アテルイは、平安時代初期のエゾの軍事的指導者であるアテルイを題材に2002年に岩手県で制作、上映されたアニメーション映画。キャッチコピーは、その瞳は、未来を見ていた。アテルイの没後1200年目にあたる2002年に岩手県で制作、上映された長編アニメーション作品。 2002年8月5日より、岩手県内で上映され、翌2003年には全国に配信、上映された。制作の企画や議論、制作費の支援活動を共産するため、増田博也岩手県知事を名誉会長とする、当てるい制作上映運動推進岩手県民の会、が2001年に結成された。1年にわたる支援活動により、 総計7500万円に上る制作支援金が県民から寄せられた。主人公の岡崎秘人は岩手県水沢市の小学校に転校してきた小学生。東京の小学校でいじめに会い岩手に越してきたのだが秘人は初登校の日小学校から逃げ出してしまう。雨の中両親から逃げていた秘人は途中で足を滑らせ。 北上川に転落してしまう。意識を失った秘人が目覚めると、そこは1200年前の日本だった。森の中でイノシシに襲われそうになる秘人だったが、まあ、一発のところをエゾの族長であるアテルイに助けられる。アテルイに連れられ、エゾの村に迎え入れられた秘人は、徐々に、その生活に溶け込んでいく。しかしその頃、ヤマト朝廷は、 王に兵士を送り込み、恵美氏の村々に攻め込んでいたのだった。ありがとうございます。